フィグスクリプトとは、エリック・オルソンが、彼が共同設立したデジタル工房プロセスタイプ、ファウンドリーにて、2002年にデザインしたスクリプトである。名前のフィグとは、フランク、イアン、アンドフレンという3人の名前から取った、当時語であり、彼らは、フィグレットという、小さなアスキー文字を配列して、大きな文字を、構成、さらに様々な書体を作り出し、 テキストバナーを生成するコンピュータプログラムを共同で開発している。オルソンは彼のアスキーベースのフィグ書体を作成する際にフィグレットを利用した。オルソンはフィグ書体を確率生成的な書体デザインソフトウェアと単純な格子構造の探求の結実とみなしている。書体のラスター型は明らかに見やすく、19世紀のクロスステッチの見本のような 親しみやすさがある。多くの文字は崩れ波状であり、全体的な効果としては、筆記体を忍ばせる。ありがとうございます。